魚坊主、悪魔なんぞ応援してたらろくな大人にならねえぞ。ケケケ。皆さんこんにちは。テレビアニメ筋肉マンパーフェクトオリジン編、アトランティス役の間宮康弘です。もともと原作の筋肉を読んでたんで、めちゃくちゃ嬉しかったですね。めちゃくちゃ嬉しかったです。でしかもアトランティスっていうことで話を伺って、はいはい、めちゃくちゃもともと好きな、個人的にも好きなキャラクターだったんで、ちょっと小踊りして喜びましたね。でもう急いでその決まったのを受けて、闘魂ショップっていう水道橋にある新日本プロレスさんの、お店、グッズで売ってるお店があるんですけど、はい、そこに行ってこの武士アトランティスコラボ T シャツを速攻で買いに行きましたね。もう決まってから、もう決まって、もうこれは買うしかねえなと思ってすぐ行きました。悪魔超人としてのその矜持ですよね。そのヒールとしての矜持と、やっぱりそのレスラーとしての強さですよね。そのレスラーとしての強さっていうのがありますよね。試合巧者としての強さと、あと今回特にその正義超人との、はい、本来だったら対比になるはずの悪魔超人なんだけど、今回ちょっと悪魔超人側のちょっと絆のエピソードなんかも強くて、その仲間意識の今回触れられるエピソードとかもあって、そこが今回結構アトランティスはかっこいいのかなというふうに思いますね。はい、僕の頃はもう金消しブームっていうのは一段落してたんですけど、だけど多分ね、ファミコンの筋肉マンのゲームを多分当時友達の家でやってたような気がしますね。あとは子供ではないけど、だいぶ大きくなってからプレイステーション2って出たマッスルグランプリとかめちゃくちゃやってましたね。大好き。筋肉マンって格ゲーとはやっぱ相性いいんだなと思ってやってましたね。子供の頃っていうか、多分一番最初のだからロビンマスク戦の時のアトランティスは、正直やっぱりヒール感が極めて強いキャラクターだったんで、多分多くの子供たちと同じように俺もちょっと苦手なキャラクターでした当時は。なんでこんなひでえことを俺のロビンマスクにするんだと思ってた感じだったんですけど、今回のエピソードでやっぱあれがすごくそのアトランティスの中ですごく誇りに感じてたと、あれはヒールとしては最高の立ち回りをしてたっていう、あれを見て、そっかそっか、それがアトランティスの根本にあるもんなんだって思ったんで、あれはやっぱりなんか過去と今回のこの未来がつながった瞬間ですごく嬉しかったですね。なんか自分がこう一層アトランティスっていうキャラクターに感情移入できる、きっかけになったなと思いましたね。いや嫌でしょあれ。どう考えても、だってロビンマスクの仮面がふーって浮いてきたと思ったのがこれですからね。ケケケーですからね。あれはね、衝撃ですよ。俺は多分テレビアニメが最初だったんですね当時、コミックスじゃなくて、だからと思って、まさか負けるとはもあったし、こんな形であのロビンがっていう、そんな感じでしたね。いや、 やっぱりその何だろうな、今回本当全部新規キャストじゃないですか、はい、で多分絵も今のグレードで全部作画も作り直されてると思うんで、アニメーションもだ、それがだから、往年の昔からこの「筋肉マン」を愛してくださってる方々と、これから「筋肉マン」を初めて見る、子どもたちも含めて、多分非常に見応えのあるまた熱い作品になってるんじゃないかなと思うんで、そこはちょっと見どころなんじゃないかなと思いますね。テレビアニメ筋肉マンパーフェクトオリジン編は今年7月放送開始です。皆様ぜひご覧ください。おいてめえら、このアニメ見ねえとろくな大人になれねえぞ。ケケケ。応援よろしくね。アトランティス役の間宮康弘でした。ありがとうございました。